こんにちは。今日は一泊100万円する長崎平戸城の宿泊体験にやってきました。今回参加したのは一般社団法人平戸観光協会と株式会社のろしが提供する平戸城キャッスルステイプラン。平戸城怪獣櫓は伝統とモダンが融合するインテリアを基調とした一泊一組2名様限定の完全貸し切りの客室。日本では新しいお城に泊まれる貴重な体験。眼下に広がる海と平戸大橋を一望できる3面ガラス張りのバスルーム。厳選した平戸産の食材を使用したフレンチディナーなど、宿泊者限定の天守閣の貸し切りや、国の重要無形文化財でもある平戸神楽体験、茶道珍真流の体験など、国内外観光客向けの新しいサービス。キャッスルステイならではの特別な体験に加え、福岡空港からの往復のリムジン送迎も含み、まさに空港に到着してから帰路に着くまでの間、平戸城の城主のようなラグジュアリーな体験ができます。日本の歴史に重要な役割を果たしてきた貿易の拠点でもある平戸。キャッスルステイを通じて平戸の文化や自然に触れ、平戸の魅力を存分に感じてみてください。そして人生に残る思い出を